今回の特別監査で過去2回のその事象とどういう関係があったのかということもしっかり検証したいと思っております。斉藤国交大臣は今日から捜索が続く観光船の運航会社に特別監査を開始し、過去の事故との因果関係を調査するとしました。この観光船は去年5月、乗客3人が軽傷を負った浮遊物への衝突事故と、同じく6月に座礁事故を起こし、行政指導が行われていました。鈴木知事も観光船の安全運航に向け、同運輸局と連携し、徹底的に原因究明を行う考えを示しました。